皆さんこんばんは。今日のゲーム紹介動画5本目は、好調者虫キング、グレースチャンピオン道 DS。ということでね、毎度は同じ道 DS です。まあ、5本目はいつもね、大体話す内容のもネタもなくなってくるんだけど、まあ、また、なんか面白いネタがあったら話そうかなっていう感じです。まあ、このゲーム最近やったよっていう人、まあ、もともと持ってた人なんだけど、また最近お母さんの動画を見て懐かしくなったんでやりましたって人いたんだけど、だから追加するシナリオが結構難しかったって言われたんだけど、人によっては難しいのかもしれないね。本当は人によるも。中にはね、ゲームストーリークリアできなかった人もいるから、強いて言えばこのゲームのね、厄介なところって、俺最近やってて思い出したんだけど、このゲーム途中で電源が落ちると、対戦中ね、負け扱いになるのね。だから、なんかすごいいいところで消えると、まあ、めんどくさいところになる。っていうくらいかな。まあ、要はさ、動物の森とかで言うと、このリセットさん的な、なんかシステムで、負けた場合、なんか、対戦中に意識を失ったようだみたいな感じで 負け扱いされるんだよね。負けてましたみたいなね。要はリセットは効かないよみたいなね。そんなリセットして、何回も対戦するんじゃないよっていうね、ことだと思います。まあいいや、話は長くなりそうなので、いただきます。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。